10年ぶりです。伝えたいことがあって手紙を書いています。走り出した午後も重ね合う日々も。手紙？何番目の彼女？厳密には2番目。その人ってあの？あの日のきらめきも。はい、おい、おかけになった電話は知ってます？出版、失踪、行方不明。全然何も分かってないですよね。特にお姉ちゃんのこと。なんでそんな状態で結婚しようと思ったの？冬にプラハ、アイスランド、あなたと行くはずだった場所をめぐり、やっと分かったことがあります。どうして追っかけなかったんだよ。弥生さんがなんで出てったのかまだ分かんないの？ずっと撮り続けないと苦しいんだ。弥生、愛を終わらせない方法、それは何でしょう？4月になれば彼女は